時刻はお昼の12時になりました。この時間はおさむずイージーレディオをお送りをいたします。ナビゲーターの飯島俊明です。この番組は関東近郊のアマチュアミュージシャンたちをゲストにお迎えする番組です。プロよりもすごく魅力いっぱいの方々が世の中にわんさかいます。そんな方々の心を動かすお話などを伺う番組となっております。そしておさむずイージーレディオといえばこの方、おさむさんです。はい、おさむです。はい、よろしくね。よろしくお願いいたします。はい、今日もいい天気ですね。なんかね、ずっとあの熊谷じゃないみたいな寒さっていうかね、ね、温度がね、だいぶ下がったりする何日かね、うん、いや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 、皆さん元気でしたか。はい、おさむさんはもう元気でしたか。いや、元気じゃなかったっすよねなかなかそういうふうに答える方は少ないんですけど、本当元気じゃなかった。大変だったんですよ。大変だったのね、うん、いろいろといろいろとあるかと思いますけど、はい、はい、ということで、では早速ですけども、今日のゲストご紹介をお願いいたします。女性の方が庄司ゆかりさんです、はい、ゆかりさんです。こんにちは。ゆかりこんにちは女性の、シンガーソングライターの方っていう感じですかね。はい、そうですね、主にアコースティックギターを持って弾き語りをされるという感じですか。はい、何年ぐらいやってらっしゃるんですか。今も何年、10年ぐらいになるのかもしれないですね。そうなんですね、はい、10年なんですね。ボルトンのじゃん。10年くらいブランクが空いても誰も気づかないような長さ。でもね、俺音楽復帰して10年ぐらいだと思うけど、ね、サッカーの方に行ってたって。そう、意外なね、サッカーやってたの、うん、そう、復帰して10年経つんです。10年ぐらいだと思うけど、あ、じゃあまあ同じぐらいって言えば同じぐらい、うん、同期だね同期、ドキです、うん、ドキドキしちゃうのいつ頃からどんな感じであの始めたんですか。うん、そうですね、もう最初の最初の話になると、うん、昔はなんて言うんですか、バックミュージシャンを連れて、なんかこう演奏してもらって、うん、歌だけ歌うような人だったんですけど、自分の歌を演奏していただく。そうです、そうです、まあ、バックバンドがいたってこと、ね、バックバンドっていうか、まあ、うん、お願いして、はい、やってもらうことをしてたんですけど、うん、はい、そこで CD も作ったんですけど、うん、その CD が、うん、売れないまま、もう音楽が嫌になっちゃってそれで、そうなんですよ、あのもうこの CD も捨てちゃおうと思ってたんですけど、どうしても捨てられなくて、で、どうせ捨てられないんだったら売りさばこうということで、はい、日本中を旅をした経験があって、その CD を持って売れるまで家に帰らないっていう固い決意。 CD 売れるまで帰れまてやん。そうそうです、うん、へ、大変だねそれね。ここだけの話で1時間全部できそうなぐらいの、うん、で、うん、その時にあの一人でギターを持って歌うっていうことを始めたんですね。あ、 CD を持ってギターを持って全国のどういうところを回ったんですか。もう本当に、いろんなところ、主要都市は割と行きやすかったので、うん、ライブハウスとか、ああ、いや、あの路上が多かったです。路上でライブしながら、あの、声をかけてもらったらライブハウスに出たりとか、うんうんうん、ライブバーに出たりとか、基本ストリートでやって、そうですそうです。売れました。あ、それはあのおかげさまで2ヶ月で完売しまして。何枚が完売したんですか。200枚ぐらいでしたか。あ、じゃあ2ヶ月で帰ってこられたんだ。いや、でもその後楽しくなっちゃって、あの今度は投げ銭だけでどれくらい旅できるかってやってしまって、結局1年家に帰らなかったっていう。1年旅できるだけの投げ銭を。そうですね、うん、ただあの知り合いになる人も多くなるので、旅をしてたらその知り合いの人のお家に泊めさせてもらったりとかしましたけど、楽しそうですね。だから日本全国ってことは、うん、九州から北海道まで、うん、
そうですね、あの沖縄はその時行けなかったんですけど、うん、北は北海道で、うん、南は屋久島の方まで行きました。はい、縄文すぎじゃん。縄文すぎです。そうです、そうです。あの結構雨が多いところね。そうです、そうです。行ってみて、すっごいいいところですね。だよね。そこに土地に着きました。どこの路上やろうって自分で探して。大体そうですね、うん、SNS が今普及してるので、うん、他の人たちはどこで路上してるのかを調べてなるほどね。すごいな。そういう時代になったんだね。かっけー。いやでもそれが10年前ぐらいの話です。なるほどね。電車で、電車もう交通機関を全部使いましたね。あの高速バスとかもよく使ったし、電車もう青春18切符を使って行ったりとか、九州新幹線が開通したぐらいの時だったので、九州新幹線も乗ってみようってことで乗ったりとか、あと LCC で飛行機が安いので、うん、あの飛行機も乗ったりとかして、あとあそうだ、船であの阪急フェリーっていうのが、あの演奏したら、うん、あの乗車代がタダになって、しかもご飯もついてくるっていう。マジで？そういうシステムがあるの？そうです、ありました、ありました。何、ね、演奏どこでするんですか？船上、あ船の中の、うん、そういう場所があるの？そうです、そうです。それで演奏した人は、はい、ご飯食べられる。ご飯食べて、はい、その船代も全部タダになるの？そうです、そうです。そうなんだ、今でもそうなの？今はどうなのかは私ちょっと知らないんですけど。そうだよね、はい、ご飯食べられるんだったらそこでずっと俺ね歌ってる。何ヶ月かこうあっち行ったりこっち行ったりしてれば乗りっぱなしで楽しそうじゃんね。俺ね、あのヒッチハイクでさ北海道行った時さ、うん、あのそんなやったんね、うん、青森から函館、うん、行って、うん、それで函館でぼーっとしてて、そしたらあの青森でねぶた、うんうん、はい、行ったことありますよ、うん、ねぶたやってるよって言うんで、うん、また戻ったその頃そこはどういう交通機関だったんですか？いやフェリー、フェリー、フェリーしかない時代。そう、うん、あのあれが通ってない時、青函が通ってない時、うん、だからまた青森に戻って1週間ずっと跳ねてた、うん、跳ね子やったんだね。そう、あの普通入れないんだって。入れないの？うん、あのなんか知り合いがいないと。ああ、知り合いが、その代わり知り合いがいれば誰でもいい。そう、誰でもいい。知り合いがいたんだよ。いや、あの知り合い、僕入ったことあります、ね、知り合いなかったんだけど、うんうん、知り合いになったふりして得意なやつだそう、で跳ねるとさ、うん、あの矛の後ろに、うん、お水代わりに日本酒がさ垂れてたそう、ね、であれをさこう飲みながら跳ねるじゃん、うん、で一通り跳ねてさ、うん、で駅にずっと止まってたのよ、駅のこういう、うん、あの青森駅の軒下に、うん、で跳ねて、うん、その駅まで戻る途中にさもう何回も吐いちゃってさ、大丈夫大丈夫、水の昼時なんでお願いします。水代わりに日本酒飲んでたからさ跳ねるってあの、まあ、踊るっていうかね、あの、うん、楽しかったな。たくさん鈴つけて、いや鈴つけない、何もつけないで、そう、このこういう格好で服装は、その服装して、うん、で最後にね、あのそこのチームの人が、うん、傘をお前よく1週間踊ったっつって、うんうん、くれたのよ、コポッと、うん、あそれで、うん、もらったんだけど、うん、酔っ払ってたから多分どっかに捨てちゃったんで多分の話ね、はい、わかりました。まああのねぷた祭りはね、うちわ祭りもね盛大な祭りですけど、うん、あれを見ちゃうとすげえなと思いますね、うん、参加しちゃうとね。あれだよね、北海道を渡った時は多分フェリーじゃないんでしょ？いや、あのフェリーでも行った記憶がありますね、苫小牧について。仙台行きフェリーってやつだいやもうだいぶ忘れちゃいましたけど青森からフェリーで行ったのかな。青森から、あ、そうなんだ、はい、
で一番安いさ、あの雑魚寝するところ、いろいろあるじゃない、料金いろいろある、あ料金がね、一番安いとこはそういう感じなんですかね。そう、うん、それで俺乗った時にね、ブルコメのブルコメルコベツの、うん、のフルートを吹いてる人が一緒だったんだよね。へえ、気がつくぐらいの人だったんですか。そう、もう有名な人、有名な人だったんです。で、あのデッキ出てさ、イルカがちょうどフェリーとこうやってバーンバーンってさ、そんな場面に遭遇したんですか、うん、あイルカだと思ったらそのブルコメの人がさ、うん、いて、すごいねって言われて、あすごいす、あれどっかで見たなと、うん、すごいですねって言いながら、うん、そこでタバコ吸ってたんだけどフルートを聞いたんじゃなくて、そうそう、二人してタバコ吸ってた、二人してあのたあのイルカ見ながら、イルカを見たのね、すごい出会いだね、すごいね、うん、すごいですね。そう、そういう記憶あるね。それ19の時かな。そんな庄司さんなんですけども要はどんな話が、話がもう津軽海峡を渡っちゃうと思わなかったけど、津軽海峡は冬景色だよね。あ、まあシンガーソングライター、自分の歌を歌ってるっていうことですね。あ、そうですね、はい、誰に憧れてどうやって曲を作り始めたんですか。憧れていたのは、うん、椎名林檎さんとか宇多田ヒカルさんとかが好きでしたね、うんうん、今も好きですけどもちろん、はいはい、自分で今日初めて曲を作ったのはどういった、どういう曲を、どんなきっかけで、はい、小学校3年生の時に、うん、当時ピアノ教室、ヤマハのピアノ教室に通ってたんですけど、うん、それで、作曲もやってみようってことで、うん、作曲したのを覚えてます。ただ教室に通ってると作曲できるもんですか。なんかそうですね、クラシックを習ってたの。そうです、クラシックピアノを習ってて、うんうんうん、で本当に歌を歌うための作曲、うん、作詞作曲っていうのは専門学校行ってたので、その時に始めました。音楽の専門学校に行ってたんですか。そうです。あ、そこで、まあ、あのコード進行とかそういうのを覚えて。そうですね。初めての曲の内容はどういう内容だった。恋愛失恋ソングみたいな感じだった。ラブソングから入ったんですね。そうです、皆さんがやるように。いいなラブソング。いいないいですかね。あの YouTube でね、こう拝見したんですけど、はいはい、あんまり恋愛ソング歌わない方のにお見かけしたんですけど、うんうん、今ではあんまり、うん、今ではあの恋愛ソングより、うん、多分それ以外のテーマの曲の方が多いかなと思います。そのように感じました。そんな庄司さんのではこの時間の1曲目に選んでいただいた曲をかけたいと思うんですけども、どんな曲ですっていうのを言っていただいてご紹介をお願いいたします。なるほど、はい。最初にかけていただく曲は、はい、覚え歌っていう曲で、うん、私のおばあちゃんに向けて作った曲になります。おばあちゃんは庄司さんが生まれた土地に住んでた。そうです、そうです。その場所はどちら。宮崎ですね。宮崎なんですね。はい、フェニックスだね。フェニックス。宮崎で生まれて、はい、その後、はい、今ここにいらっしゃるのは、はい、埼玉に引っ越してこられた。そうです、小学校4年生の時に、うんうん、家族ごと埼玉に引っ越した。引っ越してきて、でおばあちゃんはずっと宮崎にいらっしゃったということですね。その通りですね。はい、そのおばあちゃんに向けて歌うということで、はい、はい、では曲紹介お願いします。はい、認知症になってしまったおばあちゃんに向けて作った曲です、うん、聴いてください。覚え歌。
けてあげましょう。はい、時刻は12時19分となっております。この番組はオサムズイージーレディオ、提供は鎌塚自動車株式会社です。ここで鎌塚自動車の CM をお送りいたします。皆様の快適なカーライフをサポートする鎌塚自動車株式会社です。新車中古車購入をはじめ、車検板金塗装はもちろん、個人リースやレンタカーまで幅広く対応しております。お見積もりやご相談だけでも大歓迎、ぜひ一度ご来店ください。メールでのお問い合わせにも対応しております。どうぞお気楽にご相談ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。場所は熊谷市日原115番地、電話番号は 048-536-3711 です。秩父鉄道広瀬野鳥の森駅から車で5分となっております。はい、お送りいたしました曲は庄司ゆかり覚え歌でした。なんとも言えない、こう心が洗われるような曲でしたね。
庄司さんとても綺麗な目をして、今ねおさむさんも言ってましたけども、赤ちゃんみたいな目をして、綺麗な目をして、本当ですよ。目もこの目でね、うん、目も綺麗だしさ、声もさ綺麗だしさ、そうですね。で、あの小鳥の鳴き声ってどうやってかぶしたの？外でこうやって歌ったとかじゃなくて、いや、あの小鳥の鳴き声がするこう木のおもちゃみたいなのがあるんですよ。そうそれです。二人とも手で表現してるから、ね、ラジオで、あの山、どこの山だっけ、山登った時に山越えで売ってたんだよ。ああ、売ってるね。このキュッ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 、木がこう擦れてるな。今その音なんだ、本物の鳥の声ではないということ。はい、そうですね。いや、俺鳥だと思った。鳥の声を取ってきたかと思った。そう、SE にそういうのがあったのかなとか思ったんだけど、SE、それとも鳥がやたらと鳴いてるところでさ、取ったのかな。取ったのかな。あ、そう、すげえ、すごいすごいね。とてもそこから入るってね、なかなか。ああ、いや、その曲とさ、小鳥のあれがすげえ合ってるからさ、うん、ね、ありがとうございます。で、声もすごい合ってるしさ、合ってるね、やばいよね。いい曲ですね。ありがとうございます、嬉しいです。やっぱ違うや。そうなの。おさむさん、どの辺で庄司さんお見かけになって？その辺に落ちてた。落ちてはいないんですけど、落ちてはいないかな。うん、あのどっかライブで見たのね。ライブっていうか、うん、ポンコツっていうところで、うん、ポンコツパーフェクトさん、ぽーっとしてたら、はい、たまたま、うん、いたのよ。あの演奏されていた、その時演奏してなくて、ただ喋ってただけなんだけど。そうですね、あの、うん、その日の夜にライブがポンコツパーフェクトさんであって、うん、はい、それのリハで早めにあの入ったら、なるほどなるほど、おさむさんがぼーっとしてらして、ぼーっと北海道でも熊谷市内でも両方でもぼーっとしてる、してる、うん、そうなんです。いつでもぼーっとしてる。そっか、あんまりみたいなぼーっとしてるとかね。そうなんですね、うん、へえ、はい、それで、うん、あのすごいいいよって言われて、うん、後で聞いて、うん、やっぱ良かったよね。本人とこうやってさ、うん、あの面と向かって喋れるのもすごいいいしさ。そうですね、うんうん、あの時は別に顔をずっと見てたわけじゃないからさ、こんなに瞳が綺麗な子がいるんだなと思ってさ。いやいやいや、恥ずかしい。そうだよね、そうやって言われてどうやって対応していくか。別に恥ずかしがる。そうだけど、あ、そうですか、ははっていうのもなんじゃないですか。だって飯島氏だって髪の毛伸ばしてるし。伸ばしてるじゃない、伸びちゃったの。そうか、なんとなく可愛いなと思って、その後ろ あの自分で見るともうちょっと髪の毛多く見えるんですよ。ああ、それでも多く見えるんだ。なんかこうそういう魔法がかかってるみたいで。あ、魔法だね。最近この何年も使ってない櫛とか持ってきちゃって。おすげえ。あ、櫛を。お尻刺してる。なんだっけなこれと思ってやってるんですけど、ブラシとかはちょっとあの多いんだけど、櫛なら。櫛ってこういう人が使う。あの話がもうそれそれ音楽番組です。はい。庄司さんをお迎えしております。庄司ゆかりさんをお迎えしております。曲っていうのはその後、はい、この後の曲とかもそうかなと思うんですけども、はい、今みたいな曲の内容とか恋愛ソングとかじゃなくなってきたんじゃないのかなと思うんですけども、うん、いかがですか？そうですね、最初にやっぱり作ってたのは恋愛ソングがまあ、あったんですけども、うん、だん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 なんていうんですかね、自分の本当にパーソナルな心の内面をそのまま映し出したような曲だとか、うん、ちょっと社会問題みたいなものからインスパイアされて作った曲とか、うんうんうん、そういうものが主になってきたかなと思います。うん、大人になったんだね。そうかもしれないですね。でもこの後の曲はまだ僕は聴いてないんですけども、うんうんうん、これ以外の曲を昨日 YouTube でいくつも見てですね、なかなかこうちょっとグッとこう心に刺さるのがたくさんあって、ああ嬉しいです。でまた
歌ってる顔とこの内容が純粋な顔とまた顔を歪めたりするとこがあるじゃないですか、はい、それが何とも言えない感じでしたね。その綺麗な瞳と本当にね、あの聞いてもらいたいよね。そうですね、うん、今 YouTube だのなんだのって言ってさ、うん、こう聞けるわけだからさ。そうですね、実際のライブに来てさ、うんうん、あの見てもらいたいよね、はい、ライブの予定今言っちゃいますか。あ、はいはい、まず8月の中で言うと8月13日に音喫茶一条さんっていうところで。これどこなの、川越というか上福岡というか。ああ、はい、はい、そこでやります。何時からですか。何時からだったの夕方じゃないかってこと。夜ですね、夜ね、夜です、はい、夜です。それ調べるか時間はね、今ね、昼間のこともあるかんね。そうですよね、今だからね。何時だったかな。じゃあ、場所が音喫茶一条。一条で、一条っていうのは漢字は数字の漢数字の一に、なんていうんですかね。あの条でしょ。条です。条です。畳じゃない方だよね。畳ではない。あの何の状態、くるめみたいな感じのね、状ね、うん、はい。そして、はい、8月の21日、はい、に行田ココモさんっていうところでのライブがあります。へ、はい、ってこれおさむさんも出るの。あ、俺が企画したやつだ。うん、なんでね、はい、なんだっけ、ゆかりちゃんとすみれちゃんと、あとあれなんだっけ、名前が出てこないそういったアーティストの方々のライブが、女性、女性ライブ、うん、はい、女性の中に おじさん一人、おじさん一人、それがおさむさん。そう、うん、いい役のありよう、うん、何時からですか。俺がね、5時半かな。チャージはいくらで。チャージがとりあえず2000円かな。はい、よろしかったらワンオーダーで検索していただくか。ワンオーダー制ですね。あの、はい、非常にあの分かりづらいところなんだけど、お市場の、うん、餃子のお市場の裏だよね。裏側で、なんだっけ、お市場のあの絵があったじゃん。餃子の、いやあの辺ってあの お城の近くだから、あえてこう道が複雑にしてあるみたいで、僕もこの間久しぶりに行った時は一回で行けなかったりするんですけども、今スマホで調べてくださいということです。はい、そして9月7日はそうです、ワンマンライブがあると聞きましたけど、はい、下北沢のニューフーチークーチーっていうところで、ワンマンライブをやります。下北でライブやるんですね。はい、いいな。いやいや羨ましいな。ライブタイトルが泥まみれの心臓。これはどういった、まあ、うん、意味は、あの、これ聞かないで来てほしいですけど、あえて言うなら言える範囲。そうですね、うん、こういう曲があると。泥まみれの心臓という曲はないんですけども、うんうん、まあ、なんて言えばいいのかな、やっぱ生きていれば、あの、うん、生きていくってことは結構いろんなことにこう泥にまみれていくことでもあるのかなっていうところもあ、うん、そういう気持ちもあって、うんうん、で、それでも心臓はどんなに泥にまみれてもドクンドクンと心臓はあの動いてると、そういうような気持ちで歌いたいなっていう。俺またさ、うん、妖怪泥多忙の心臓かなと知ってるよ。知りません。僕も知りません。泥多忙っていうね、うん、あの田んぼに住み着いてる妖怪が、その心臓なのかなとまあこの素敵なこう清らかな瞳であったりよ、うん、だったりする人がこれを泥まみれの心臓というタイトルの横にいると、うん、それを歌うと
いうのがとてもこうなんていうか衝撃的な気がするんですね、うん、そうだよね、うん、感性すごいよね、感性すごいね、うんうん、次の曲、はい、ちょっと長めつの曲なんですけど、そうですね、長いですね、どんな曲ですか。すごく私自身苦しい時期がありまして、うん、はい、その時に作った曲になります。わかりました。タイトル先に言っちゃいますか。はい、はい、月に負け犬です、うん、で、あの曲の内容を聞くっていうのはあのやらないことにしてるんですけど、あえて今回だけちょっと聞いてみようと思う、はい、ざっくりと言うと、ざっくりと言うと、うん、大変な時期に、大変な時期に、うん、本当に、もう神様にすがるような殴りつけてやるような、うん、そんな気持ちを歌にした曲ですね、うん、でもあの最後は、はい、やっぱりそれでもあの、うん、心臓はドクンドクンと動き続けるし、うん、私たちは生きてる、こうやって生きてるので、うん、もうそれだけで十分じゃないかなっていうような思いを込めて作った曲です。はい、それでは曲の紹介をお願いいたします。はい、月に負け犬聴いてください。アスファルトを舐めるような感覚で道を歩いてる自分さえももう信じられない、
はい、時刻は12時40分となっております。 87.6MHz FM 熊谷、この時間はおさむずイージーレディをお送りしております。この番組はお車のことなら何でもお任せください、鎌塚自動車株式会社の提供でお送りしております。お送りいたしました曲は庄司ゆかりで月に負け犬でした。長い曲と聞いてたんですけども、聞いてたらあっという間に、うんうん、ありがとうございますでした、うん、まあ対策っぽく聞こえだったりもしたんですけどまあ悪いことじゃないんでなんですけど、今度行われるこの庄司ゆかりバースデーワンマンライブドローマミレの心臓一部二部制では、いつ頃にざっくりと、さっきはネタバレしちゃうか、ざっくりと言うと、南部のどの辺でかかってこの曲やるんですか。2部の、まあ、美味しいところで、美味しいところで、はい、最後の曲ではない、最後の曲ではないです。ということはこのライブには最後飾るべき曲が別にあると。その通りですね。聞きたくなりますね、うん、その辺は俺に任しとけって感じよろしかったらぜひ、9月の7日会場19時、開演19時半となっております。会場は下北沢ニューフーチクーチ、はい、フーチクーチは漢字です。風を知る空を知ると書いて、あ、漢字だったんだ。はい、そうです。まあ、あの曲を漢字で当てたんですね。当てたんじゃないですか、はい、ということで下北でこの曲を聴いたらどうなるかっていう感じを、知りたい人はぜひ庄司ゆかりで、行きたい人はどうすればいいですかね。庄司ゆかりで検索していただければ出ますね、はい、まあそういう時代ね。そうですねこれ言わなくていいかなと思った人はどうするんですかっていうとか、いつも聞くんですけど、それは聞きますけど、うん、ね、検索すればいいんだなと思いますね、全部ひらがなになってます。そうです、庄司、はい、ゆかりは全部ひらがなです、はい、いやー、やっぱいいね。いいですね、うん、正解だよね。正解ですね。今後、そんな庄司さん、今後こういうことをやっていきたい、こういったことを表現したいということはありますか。私の今後の目標は、うんうん、今までは割とその暗い部分をにフォーカスを当てて曲を書くことが多かったんですけども、これからは明るい部分にもフォーカスを当てて曲を書けるようになっていきたいなってすごく思ってます。いいですね、いいですね。人生これから長いからね。長いからね、ちゃんと明るいことも分かってるんだけど暗いことも表現してますみたいになると両方がね生きてきたりとかね、うんうん、そう思います、うん、そう思いますね。暗いことばかりじゃないですよっていうのが、うん、うん、あるといいですね。なんかコール&レスポンスできる曲とかそうですねいいんじゃないんですか、はい、うん、なんていうふうに思いました、YouTube 見ててね。ああ、ありがとうございます、うんうん、会った時、明日会ったら笑ってくれるんだろうかとかちょっと思うそんな暗い部分の曲ばっか聴いちゃったっていうのもあるんですけどね、まあ、さっき の1曲目の覚え歌を聴かせてもらってちょっと安心しました。あ、本当ですか、うんうん、この瞳通りの人でよかったなと思いますおばあちゃんの歌っていうのがいいですね。あ、嬉しいですね。バックバンドとかこう演奏者と一緒にやったりするっていうことが今後はあったりしますか。そのフチクチのライブでは、うん、うん、パーカッションの人と、うんうん、あとペダルスチールギターっていうギターの人と、あとバイオリンを弾いてくれる人とでやるので、すごく面白いね。ね、その編成はあれ、ゆかりさん考えたの。まあ、私がお願いしたのと、バイオリンを弾いてくださる方は友情出演で、うん、向こうから弾きますよって言ってくださったので。うーん、はい、うーん、スチールギターの人ってあんまり知り合いがいなかったり、あんまり聞いたことないじゃないですか、はい、それをどうやって なぜそこの自分の演奏に取り入れていこうと思ったんですか。
先ほど聞いていただいた月に負け犬っていう曲の、うんうん、感想の部分、うん、長い感想の部分にスチールギターが一番乗ってるんですけども、うん、CD を作った時に出会いまして、うん、スチールギター奏者と。そうですそうです。ですごくいいなすごい好きだってその音色をのことを思ったので、うん、今回もお願いすることにしました。俺なんかだとさ、うん、ハワイアンね、それを言うゆくやばいかよく迷ったんですけど、うんうん、ハワイアンでよく使われるね、うん、スチールギター非常によくできてますよ、うん、スチールギター、うんうん、イッシーなんかはイッシーって、ね、この間出てもらったけど、はい、この前回出ていただいたスライドだけど、はい、ギターを横にしてスチールギターみたいみたいにね、そういうやり方もブルースの方なんか多く目にあられるやつですよね、うん、スチールギターっていうのはそれがもうそれしか弾けないようにテーブルになっちゃったりする、テーブルになっちゃった対象ごとっていう感じそうです、そんな感じで、なんとも奏法も確立されてるんですよね、うん、スライドバーの使い方とかね、うん、すごいんだよ、ね、斜めにするとかってあったりする、すごいなと思うよね。ね、すごいなと思いますね。あ、そうか。スチールギター行くと、庄司ゆかりさん見に行くとスチールギターも聴けるぞっていうので、そうですね。そこに脚光が当たるのもいいですな。スチールギターしか聴かなかったりして。スチールギターって始まる前の置いてある時からこうスチールギターありますよっていう、なかなかそれをアピールしてくるんで。ああ。うん、ハワイアンで見たんですけど、スチールギターだぞっていうのだぞって、これから弾きますよっていうね、グレッチのスチールギターとかなかなか見た目そういうんだっていう、うん、ハワイアンじゃ 何のジャンル弾くんだろうと思ったりしますよね、うんうん、はい、ということで本日は庄司ゆかりさんにお越しいただきましたけど、はい、はい、どうでしたか、ラジオ、初ラジオだったんですか。いえ、初ではない、初じゃない感じがした、うん、本当ですか、うんうん、もういろんなところに出てんじゃないいろんなところに出てる感もある、もっともっと遠くに電波飛ぶとこに出てそう、ハワイの、ね、FM とかハワイの FM がちょっと、うん、なんか全国回ってた時全国の FM 出ましたけどとか言い出すんですか確かに、でも全国 の、 旅してた時に、うん、北海道の HBC ラジオだったかな、うん、に出たことがあります、うん、それどういういきさつでそういうことになるんですか。やっぱり路上で歌ってたら、うんうん、そのラジオ、そこのラジオでパーソナリティされてる方に声をかけてもらって、うんうん、で、うちのラジオに出ませんかみたいな形で出させてもらったことはあります。その声掛けから出るまでってどのぐらいの期間があるんですか。 2、3秒明日出るとか今日出るとかじゃなくて1週間とか2週間とかそれぐらいだったような。そうだよね、局のあれがあるからね。1週間北海道にいなきゃならないと。そうですね、その分どうしてくれるんだよって、ね、そんなそんな ラジオがあるから1週間ちょっと長めにいたりとかしたんですか。多分そうだったんじゃないかなと思うんですけども、うん、記憶が飛んでます。そっかなかなかそう言って街でこう出会ってこの方出ていただきたいなと思ったりすることよくあるんですけど、うん、ラジオに出ていただくいただける番組が1週間後とかもそれ以上先とかってこれが非常によくあることなんで聞いてみました、うん、なるほどなるほどね、他はどうやってかなと思ったあということでした。はい、ということで本日はお越しいただきまして FM 熊谷にも出ていただきましてありがとうございました。はい、この番組の最後の曲エンディングおさむずが聞こえてきております。おさむさん何か告知は。告知ですか。大丈夫ですか。告知はね、うん、8月の21だっけ。さっきですね、うん、はい、あと9月の18日に東松山のレトロポップで、はい、一応オサムズ企画でやります。レトロポップ食堂という、まあ、ライブハウスであり、うん、食堂でありという
それはあのバンドで出ます。で、21日は、うん、あのおじさん3人で出ます。おじさん3人でアコースティック的にですか。そうですね、はい、あのケニーっていうケニーさん、うん、ここにも出ていただきました。ガタイのいいラガーマン、元ラガーマンのと出ます。はい、そのレトロポップ食堂は8月の27日28日、8月の21日がココモね。はい、21日はココモ で9月の18日がレトロかな。はい、という感じです。はい、レトロポップさんのちょっとご紹介をするとですね、8月27、28日が深谷のグリムというところでフェスを行うということですので、よろしかったらとても素敵なところですので、はい、飯島が出店しますね。言ってしまいませんでした、ね、何やる焼きそば、焼きそばフライはやんない、フライはやんないです今回。なんだフライやればよかった。フライをやるとやらないと大変なのよね、仕込みがね。はい、はい、ということでおさむずイージーレディオ、この番組はお車のことなら何でもお任せください、か鎌塚自動車の提供でお送りをいたしました。はい、庄司さん今日はありがとうございました。 ありがとうございました、はい、ではまた言い忘れたやつで最後じゃあそれでこれを言わないで、はい、お別れとなります。ではバッハーI'm not afraid to die.
俺はリーダーの FM レッド。もう君はお得がいっぱいのクラブ熊谷の会員になっているかな。何？まだ？今すぐ入会して街を元気にしよう。行くぞ！クラブ熊谷レディオマガジン。ここでクラブ熊谷加盟店のご紹介です。クラブ熊谷レディオマガジンのまずは26ページ。あなたのためのリラクゼーションサロン U。オンリーワンをモットーに心と体の健康をサポートいたします。痛いけれど気持ちがいい筋膜に特化した施術で辛さや違和感、老化を招く筋膜癒着へアプローチした施術も提供しております。お体のお疲れ不順とお気楽にご相談ください。住所は熊谷市宮町 1-159-4 レジデンス M 熊谷の1階となっております。営業時間は午前10時から午後の8時まで。最終受付は午後の7時となっております。お休みは水曜日。駐車場は2台分ございます。お電話番号は 048-507-5769 048-507-5769。 会員特典は50分以上のご利用で500円オフとなっております。続きましてマガジンの27ページ。積水ハウス株式会社シャーウッド熊谷店。皆様に選ばれて累積建築戸数250万戸。ダイナミックな広がり、屋外との連続性、そして家族とのつながりを演出する住まいをご提案いたします。ぜひ展示場に遊びにいらしてください。住所は熊谷市石原 369-1。 こちらは総合住宅展示場熊谷ハウジングステージ内となっております。営業時間は午前9時から午後の6時まで。お休みは火曜日そして水曜日。駐車場はございます。お電話番号は 080-7098-8769 080-7098-8769。 会員特典は展示場ご来場ご予約で Amazon ギフト券3000円分プレゼントとなっております。この時間にご紹介をさせていただきましたのはマガジン26ページのあなたのためのリラクゼーションサロン U、 そしてマガジン27ページの積水ハウス株式会社シャウと熊谷店でした。以上クラブ熊谷加盟店のご紹介でした。